アマリンアプローチアマリンアビコンってまあ言ってますけどねえー、まあそれダフってんだよなんてね昔よく言われましたねでも今このアマリンアプローチが、えー、主流になってます手前から滑らすっていうのが当たり前になりましたねもう本当にあのー、こう笑っちゃうんですよこれ私があのやっててね そであの「うんダフってるじゃないんだよ滑らしてんだよ」って私が言うとね目丸くして驚きましたね、はあ、一流プロでもそうでしたであのこの「滑らす」っていうのはねでどうやって作ったかって言って、ね、まずね私ねゴルフバッグの中にねヤスリ入ってたんですよでそのヤスリで、えー 普通のクラブもそうなんですけども、あのウェッジね。削りながらラウンドしたんですね。はい。で、あのバウンスをね。薄くしたり出したり。作りながらラウンドしてたんです。えまあ、これにはみんな驚いたと思いますね。もちろん試合じゃできませんからね。そうじゃないんですね。そういう実験のラウンドというかクラブを作りながらラウンドしてたんです。 それが元にねできたのはね、あのー、皆さんねメーカーの方外国のメーカーの方スパイに来てねやってましたね、はい、分かりますね私ね、えーあのー、外国の方ですね、まあ、どこって言わないけどもであのー、まあある会社のねクラブが、あのー、私のクラブの が削ったのは削ったらねその削ったソールでね次のクラブ発売されるんですねであのー、見たらあれ次のクラブなんだこれ私のソールと同じ形状じゃないかと思ってねああさては、うん、一緒に回ってた時に見てたからねあそれで盗んだんだなっていうのがすぐ分かりましたよ。ね、であのー まあ私をねさ,さっさと雇ってねあのソウル開発してればねそんなクラブどん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 できるんですけどもね、うん、まああのー、そういったねあの番手べての番手、うん、ここが刺さるとかね削ってやりましたですからあのー、今あのフェイスブックなんかで私の友人でもえー それを専門にやってた方もいらっしゃいましてでその人たちが今何もやることなくなっちゃったのは三、ね、浦削りなんかもありましたけどももうみんなが削ってあの完成された形にあのなってきたんですね、えー、ですからラウンドのラウンドソールも完成された形になってきたこういったものを全部私が作ったんですね であのー、まあ今あの朱印になってますからもうこれ当たり前になってきたんですね。はい、で何が言おうかっていうとう全部言えなかったねあのソウルの削る話になっちゃったけどねまあそういうことなんですはいよろしくお願いいたしますあまりにレッスンでした」。